ここの曰くがですね、金金神社はもともと地元の人が初詣に行くなど賑わいのある神社だったらしい。でもいつからか誰も近づかなくなりました。でその理由にいくつかの事件が関わっています。2007年に近くの湖で、殺人事件が起きていて、死体遺棄の場所って言われて、境内の中でもね多数の自殺者がいるって言われて、でこれさらにねここ7つの鳥居があるらしいんだけど、くぐると呪われるなんて噂もあるらしいけど、で一時的にねなんかこの鳥居に悪ふざけで入らないでくださいっていう紙が貼ってあったほど、正式名称は下飯田稲荷っていうお名前らしいんですけれども、神社内に多くの狐の置物があることから、金金神社というふうに呼ばれている。この狐の置物に触れると災いが起きるとも言われていますということなんですけれども。近っ、うわ、怖っ。ちょっと、めぐみ怖い。え、これやばくない？カエル。こちらですね。すごい鳥居の数。すんげえ豚みたいな声、カエルだね、完璧、それではね、行きましょう。本当にすごいですね。失礼いたします。失礼いたします。あった、失礼いたします。本当地元の人に全然そんなものもされてます、じゃあちょっと撮影のご挨拶しましょうか先にね、失礼いたします。英語が取れない、切れちゃう、失礼いたします、失礼いたします。失礼いたします。あの鳥居さん自体はボロボロになってしまってるんですけど、あ、そうですね、お供え物とあと生き物がたくさんあります。この裏側にもね置物がいっぱいある。あ、本当だ、あ、いっぱい横にも普通に、そう、あ、すごいですね、そうですね、ちょっといっぱいいます。あ、ここの中に入って掃除とかできるようにようになってるんですね、なんかバケツとか置いてあって、そうだよね、感じですね。あ、こちらすごい、うん、音がすごい、だいぶ4回、そうだね、すごいよ。こちらも一個一個ちょっと取るね、すごいですね、はい、失礼いたします。わ、すごい、あ、本当だね、あ、ちゃんと祠があって、そうですね、音がすごいよね、虫さん、まあ動物さんと、サンガス、あ、すごい、ちゃんとお賽銭もちゃんとしたって、あ、すごいね、なんとか様って書いてある、書いてあるね、稲荷大明神様って書いてある、おお、あ、本当だね、こっちはなんか倒れちゃってたね、倒れちゃってるね、結構な数が、ありますね、あります、わ、怖いね、ここ蜂の巣があったんだ前、わお、あれなんですね、もう、こんだけ山だからね、そうか、本当山の中にあるね、だって上だもんね、本当だよね、あ、カエルだ、やだ、あ、ほんとだ、ちっちゃいカエル、ちっちゃいカエルがいます、ちっちゃいカエルならまだいいんですけど、そうだね、でっかいやつじゃないけど、ちょっと勘弁してください、しか、うっ、わ、怖っ、ちょっと、めぐみ怖い、
木を見てください。なんだろうなんだろうって思ったんだけど、木を見てください。後ろの木、後ろの木、あ、やっぱりね、違うの。私ここに袋が落ちてたのね、はいはい、いや、もう一気に取り当たっちゃった。ほら、これ袋が落ちてたから、うん、ああ、ああ、エリちゃんですか、うん、やと思ったら、え、これやばくない？やばい。これいたずらだとしても最低だよ、こんなとこで。ちょっとね、バチ当たりのとこ。これね。あ、本当に。え、なんでこういうことするんだろう。だって見て、お腹のとことかにも釘、これお腹のとこはなんか釘なのかな、釘かも。 あとなんかこう心臓みたいなところにも釘だね、釘で固定してる感じですね。うん、最低です。これはちょっとひどいね。最低です。最低です。しかも、うわ、怖っ。ちょっとめぐみ怖い。え、これやばくない？これいたずらだとしても最低だよ、こんなとこで。てかね、バチ当たりのとこ。お腹のとことかにも釘？これ。心臓みたいなところにも。これはちょっとひどいね。最低です。そうだね、少しここで申し訳ないですけど、うん、ちょっと神様さんに、申し訳ないですけど、少しの間だけ、待機検証ということで、本当ちょっとできない、ね、そうだね、ちょっとね、ちょっと音がすごい、音がすごいんで、音がすごいです。あとこの前ね、あの YouTuber さんが来ててね、あそこにね、機械霊体をね感知する、要はうちらが使うスピリットボックスとかトリフィールドみたいな、なんかね落ちてるの、今もあるよ、あそこに。ほら、こちらゴーストハンターって書いてあるの。あ、なんかもう昔のそうおもちゃみたいな感じです。うん、はい、こういうのがだからやっぱり昔から誰かしらが来てたのかなっていう。この中にもさとみんさん、狐様がちゃんと祀られてますよ。そうですね、あと、絵も飾られてます。あ、本当ですね、絵の方に、見えます？なんかね、絵がね、ちゃんとね、ちょっとね、飾られてます。あ、本当？歴史みたいな。ああ、はい。うん、はい。まあ、だから当時は本当にここの地元の住民の方たちがいらしてたんでしょう。でも今でも多分、来てる方は、いるのかもしれない。ない。あ、なんかベンツって。ベンツみたいな。トリフィールド。8190。今0で、15、2とか、まあそういう感じかな。まあ多少はな、お家も45、そうですね、そうだね、確かに。私はちょっとほんま何十ぐらいはすると思うんですけど、家電系とかあるお家で、大きな家電あったら300ぐらいは普通に出る、ね、出るよね。うん、人形の前って、これは誰か意図的にその遊び半分でやったのか、それともまあ遊び半分でやってる可能性ありますよね。わら人形的な意味でやってるのか、わら人形的なのか、まあ、そんな感覚で、まあ怖がらせるために、なんか100円ショップとかで揃えて、あ、2000いった、はい、ここに いるとは思います。だってもう命が宿ってると思います。あ、今一瞬里見さん2000行きました。はい、でもおかしくないと思いますよ。あ、ゼロ。なんかそっちなんかいるのかな。でも今はゼロか。今日さ、トリフィールドじゃなくてスピリットボックス使うんだけども、あのマイクは外します。音なのか声みたいな。こんばんは、めぐみんとさとみんと申します。こちらに誰かいらっしゃいますか？いらっしゃいましたらこちらでお話できませんでしょうか？
あ、これ入ってる。今一緒の男の人、この人形が一体どういった意味でやられたかご存知ですか？遊びでこういったいたずらでやったのか、それともわら人形的な意味を込めてやったのか。今私たちがここに来て伝えたいことってありますか？あ、なんか声聞こえるんだよな。すごい、なんか急に風か。うん、あ、なんかすごい冷たい風が急に入ってきた。涼しい風が、うん、ここでその何人かの自殺者の方もいるっていうふうに聞いてるんですけども、ちょっと今回スピリットボックスじゃなくて苦節今度聞いてみたいんですが、本当にここで何人かの方が亡くなられてるんでしょうか？なんかね、こっちから音、声？こっち、裏から。この裏から。聞こえる？多分。動物だと思う。動物？動物です。私、この横っちょが気になるんだよね。まあ、確かにその虫の声、音っていうのも確実にある。しかし。うん。けども、なんかね、声っぽい。特に、なんかね、男性のようなね、声が聞こえる気がするんだけど。今つけっぱなしにして、トリフィールド、トリフィールドか、うん、うん、お尻に入ってるんですけども、特にそんな気になる絵っていうのはないんですが、なんだろうな。なんか今さっきから足音聞こえたけど、そっちね、うん、虫の音とかさ、そういうんじゃなくて、そう一瞬ね、向こうからね、風がね、冷たい風が入ってきたんだよな。さとみも感じたよね。入ってきたよね。うん、一瞬あちこ。それでは撮影の方、ありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。失礼いたします。音がすごい。しかも、うわ、怖っ。ちょっと、めぐみ怖い。え、これやばくない？お腹のとことかにも釘？これ。あ、なんかボンって言ったね。うん、ここ音がすごい。あ、2000いった。いるとは思います。だってもう命が宿ってると思います。あ、声入ってる。あ、なんか声聞こえるんだよな。うん、すごい、なんか急に、風か。あ、なんかすごい冷たい風が急に入ってきた。涼しい風が。ここでその何人かの、なんかね、こっちから音、声、なんかね、男性のようなね、声が聞こえる気がするんだけど、なんか今さっきから足音聞こえたけど。怖いっちゃ怖かったですやっぱり。まあそうですよね。うん、やっぱヒヤッとしたのはあのやりいたずらなのかなんだかわかんないエリちゃんの人形、多分いたずらだとは思うんですが、うん、ちょっとひどいかなと思いましたね。あれはちょっとヒヤッとしました。すごく声するよね。これがどこの瞬間かな。私はですね、サトミンと一緒で、あの人形を見つけた瞬間鳥肌立つわ。人的な怖さと、もし藁人形的なことで使ってるんだったら、触っちゃダメ。ああ、本当になんか人の怖さっていうのを思い知った。実際問題、じゃああそこに行って、めぐみんがあのトリフィールドを発動したら、やっぱり陰線近くに行った。そう、で私、上で言うと、また怖くなっちゃうの嫌だからだけど、ちょっと。後で教えてください。ああ、もう大丈夫。頭がちょっとね、やっぱりね、今回はね、痛いっていうかね、あのさ、なんつうの？なんか伝えてくれてる感じだった。なんかね、ベルトでさ、ギューって縛られる感じの締め付け感、圧迫される感じ。あ、そこで変な気になられた人とかね、わかんない。苦しいよっていうかな。伝えてたのかな。うん。ちょっと、天孫神社以上になりますので。はい。はい。はい、では、はい、ありがとうございました。また次回ですよ。はい。ありがとうございました。ほい。